酒に溺れる。仕事で愛知へ移住した大島さん。最初は慣れない土地に苦労したが、気づけば愛知に見入られていた。理由は名産の地酒と、乙骨人形という郷土人形に出会ったことだ。帰宅後は真っ先に酒瓶の蓋を開け、棚に飾った人形たちを眺めた。凝り性な大島さんはこの二つにはまり、妻も呆れていた。ある日妻と骨董市へ行き、顔見知りの店に入った。陳列された人形を眺めていると、一風違う恵比寿人形が目に入った。表情は笑顔だが、顔はほんのりピンク色だ。左腕に魚ではなく、酒瓶を持っていた。物珍しさに一目惚れした。店主に話を聞くと、酒好きの人形師が作ったそうだった。購入希望を店主に伝えると、すんなり了承を得た。帰り際店主は、これ作った人、酒に溺れて亡くなったんだよ。と、恵比寿のような笑みを浮かべ話した。大島さんは、購入したばかりの客に失礼だ、と憤りを感じた。購入後人形を眺め、お気に入りの地酒をグラスに注いだ。恵比寿人形の笑顔を見ていると、次第に酔いが回った。妻に夕食よと呼ばれリビングへ向かうと、汗ばんだ体からなぜか酒の匂いがした。出された味噌汁からもだ。悪酔いか？そう思い、酔い覚ましで風呂へ入ると妻に告げ、風呂場へ向かった。なんとか湯船の蓋を開けるが、強烈なアルコール臭がした。そこで異変に気づいた。水分という水分が酒臭いのだ。体が膨張している。これはまずい、と千鳥足で妻のところへ向かい、異変を話すが、酒臭くもなければ体も赤くない、と一蹴された。夜風に当たるため外に出たが雨だ。その雨さえも酒臭い。その瞬間、あの人形のことが頭に浮かんだ。再度千鳥足で自室に戻ると、ほんのりピンク色のはずの恵比寿人形の顔が真っ赤に紅潮し、笑顔でこちらを見ていた。このままでは酒に溺れる。必死で人形をつかみ、床に叩きつけた。人形は割れ、破片が飛び散った。すると先ほどのことが嘘のように体が軽く、頭がすっきりした。体中からした酒の匂いもない。ただ人形の破片はなく、酒臭い液体だけが床に飛び散っていた。翌日人形を買った店に行き、昨日の話をすると、店主は、そんな人形は置いてないし、売った覚えもない。と、けげんな顔をして話した。妻にもそんな覚えはなかった。自分はアル中になったのか、そんな心配をして酒をやめた。大島さんは今、人形集めもやめ、妻と一緒に食べ歩きを趣味にしている。人形供養をやめた理由。望月さんが小学生の頃、学校で怪談が流行った。クラスメイト皆、学校に怪談本を持ち寄り、休み時間に回し読みをしていたそうだ。その本の中に、一冊だけ目を引いたものがあった。カラー写真が混じった心霊本。呪いの人形や心霊写真やら、うさんくさい内容がぎっしりと詰まっており、望月さんは夢中になった。その中に、夢の国のネズミのキャラクターを真似た人形の紹介ページがあった。どうやら呪いの人形だそうで、所有者に不幸が訪れると言われているらしい。お祓いは聞かず、いろいろな場所をたらい回しにされている。そして今も、
どこかの人形供養のお寺にあるのでは、と記されていた。偽物特有の気持ち悪いキャラデザインも相まって、おどろおどろしさを感じた。人形の顔が頭の中に焼き付き、授業に集中できないほどだった。学校が終わった帰り道、望月さんはいつも通学路から外れて近道をしていた。途中にあるお寺の境内の抜け道だ。境内を抜け、お寺前を通る。目線を横にずらすと、窓に何かが見えた。顔見知りの住職か、そう思い立ち止まる。望月さんはたじろいだ。そこには、学校で読んだ心霊本の呪いの人形の姿が見えたからだ。顔だけだし、視線は望月さんの方をじっと見ていた。薄気味悪さと恐怖で、境内を駆け抜けた。自宅に戻り、あの風景を思い出す。やはり見間違いではない。明日また、学校で確認しよう。翌日、望月さんは学校へ一番に向かった。あの心霊本を探す。しかし、どこにもない。クラスメイトに本の所在を確認するが、そんな本はなかったと話した。友人たちが騙しているわけでもない。どこか腑に落ちぬまま放課後を待った。授業が終わると、すぐにお寺へ向かった。あの部屋の奥にまだ人形がいるのでは、と思ったからだ。境内に入ると、いつも静かな空間が何やらざわついていた。昨日人形が見えた窓には目張りがされており、中が見えない。けれど部屋に誰かがいるのはわかった。中が見えないなら確認しようがない。望月さんはおとなしく自宅へ戻った。そして母親と顔を合わせるなり、あの寺の住職が亡くなったという話を聞かされた。少し前までは元気な姿だった。理由はわからないと母親は話していた。ただ望月さんは、きっとあの呪いの人形はお寺に保管されていたと思います。住職は人形供養を熱心に行っていた人物だったと母から聞いたので、あの人形に呪われ命を落としたのかもしれません、と話した。その後寺は住職の息子が後を継いだが、人形供養を行うことはやめたそうだ。寺の関係者は全員、供養をやめた理由を口にしない。望月さんは、あの呪いの人形が関係していると思っている。そして大人になった今でも、望月さんは学校で読んだ、あの心霊本を探している。ブクブクブク。葉月さんには、コウスケという幼馴染がいた。年齢も同じで、毎日一緒に遊んでいた仲だ。けれどコウスケは小学校へ上がってすぐ不慮の事故で亡くなってしまった。近くのため池に落ちたのが原因だ。葉月さんは家族を亡くしたような喪失感に悩んだが、それ以上にコウスケの母が悲しむ姿が辛かった。そんなコウスケの母はいつも彼が亡くなったため池に足を運んでいた。理由はコウスケが大切にしていた人形だ。どこかのマスコットキャラのような指のない丸みのある手が特徴的で、彼が可愛がっていたのを葉月さんは覚えている。その人形が見当たらない。コウスケは亡くなった日、人形を抱きしめながらため池へ向かったらしい。大人たちがくまなく探したが、結局その人形は見つからなかった。けれども、コウスケの母は諦めがつかない。周囲の人間も、哀れみの目で眺めていた。そんなある日、
葉月さんは家族にお使いを頼まれた。目的地へ向かい道を歩いていると、康介の母が横を通り過ぎた。葉月さんが声をかけても気づかない。いびつなほどの笑顔でため池の方へ走っていく。もしかしたら人形が見つかったのかしら。急いで買い物を済ませため池へ向かう。けれどそこには誰一人いない。もう帰ってしまったのだろうか。それとも自分の勘違いか。なんだか拍子抜けしてきびすを返そうとすると、水面から泡が立つのが見えた。目の前に大きな泡。まるで人が潜り、息が漏れたような、そんな泡だ。葉月さんはその光景を見て不安になる。もしかしたら。すぐに水面に向かい、おばさん、と声をかけるが反応はない。大きな泡が水面に立つだけ。するとため池の真ん中に、何かが見えた。小さな泡が同じように見える。なんだろう。葉月さんはなぜか空恐ろしさを感じた。そして大小の泡は互いに近づき、合わさって消えた。それを見て、葉月さんは周囲に助けを呼びに行った。その後大人たちが調べると、康介の母と人形がため池に沈んでいるのが分かった。ただ皆の顔が青ざめた。康介の母が人形と手をつないで沈んでいたからだ。指のない丸みのあった人形の手だったことを葉月さんは覚えていた。けれど発見された時、人形の手はまるで人間の指のように分かれていた。そしてがっちりと彼の母の手を握りしめていたそうだ。その出来事以降、時折葉月さんはため池に花を手向けに行く。その度、水面にあの時と同じ泡が現れるのだそうだ。ハニーは、辰明さんはやんちゃな子供だった。いたずらすれば家族に叱られ、周囲を呆れさせた。ただ彼にも唯一恐れる場所があった。書斎だ。父は本好きで棚にぎっしりと並べられていた。ただ本以外のものが一つだけ置かれていた。それは埴輪だった。なぜか一体だけ本に紛れている。大人の手のひらほどの大きさ、大きな目と口の穴が特徴的だ。それが怖かった。家族もそれを分かっていたのか、彼が何かすると、書斎に閉じ込めるぞ、と脅してきた。それに怯え、おとなしくすることにした。けれどある日、学校で問題を起こした。家に帰ると、父が玄関に立っている。父は帰ったばかりの辰明さんの手を引き、二階の書斎へ連れて行こうとする。嫌だ、と重しのように座り込むが、父に引きずられ、書斎へ放り込まれた。外へ出ることができない。諦め、恐る恐る電気をつける。そして棚の方に顔を向けた。埴輪がこちらを見つめている。とぼけている表情が、余計に怖さを増す。怯えながら見つめていると、埴輪の目、黒い穴から何かが這い出てくるのに気づいた。虫か？違う。それは黒ずんだ指だった。シワだらけの皮膚と、ひび割れた爪が一本だけ飛び出ている。まるでおいでおいでをするように関節が動く。なぜか恐怖を感じず、
辰明さんはその指に近づいた。すると指は穴から引っ込んでしまった。反射的に埴輪の目に人差し指を入れる。痛っ。突然の痛みに指を穴から出す。手のひらを見ると人差し指の肉が大きく欠けていた。まるで食いちぎられたように。あまりの痛みに泣き叫ぶと、ゆっくりと階段を上がり、ドアを開けた父が現れた。そして痛がる辰明さんに対し、指だけで済んでよかったなぁ、と笑い答えた。辰明さんは、自分が悪いことをしたからだ。そんな勝手な思い込みでそれ以上、父に話を聞くことはなかった。それからいたずらを控え、大人になるまで書斎へは近づくことはしなかった。しかし父が亡くなり、しばらくして強い地震が起きた。辰明さんが確認のため書斎へ入ると、埴輪が棚から落ちていた。埴輪は割れ、床には破片が散らばっている。その中に、人の指の骨のようなものが、一かけらだけ落ちていた。その瞬間、あの黒ずんだ指を思い出した。辰明さんは、その破片と骨を何事もなくゴミ袋に入れ、捨てたそうだ。特にその後、彼に何か起きることもない。あの埴輪と中に入っていた骨が、何を意味するものだったのかは、わからないままだ。焼却炉の中。山掛さんは30年ほど前、小学校の用務員として勤めていた。用務員の仕事も性に合い、生徒たちにも慕われ、楽しく過ごしていたそうだ。子供たちが安心安全に過ごせるよう、きめ細やかに環境を整備する。山掛さんはそれに責任と誇りを持ち、仕事をしていた。特に気を使っていたのは、焼却炉の利用だ。枯葉や細々としたゴミ。時には教室で必要なくなったものも燃やす。子供たちが近寄り、万が一のこともあってはいけない。彼自身、細心の注意を払う時間帯だ。そんなある日の放課後、仲の良い職員に頼まれ、渡されたゴミを焼却炉で燃やすことにした。焼却炉にゴミを詰め、蓋を閉める。そして火をつけようとすると、焼却炉から声が聞こえた。まさか。山掛さんは耳を疑う。なぜならそれは、聞き覚えのある声。自分の声だったからだ。火をつけるな。そう焼却炉から声が聞こえる。山掛さんは反射的に火をつけることをやめる。そして唖然とし、立ちすくんだ。しばらく様子を伺うが、声は聞こえない。自分の幻聴だろうか。そう思い込み、火のついていない焼却炉の中に顔を入れた。中は当然もぬけの殻だ。職員に燃やすよう頼まれたゴミだけが乱雑に入っている。ふと薄汚れた新聞紙に包まれたゴミが目に入った。なんとなくそれを手に取り、新聞紙を広げる。すると一瞬にしておぞましい気持ちが、山掛さんの体中を駆け巡る。なんだ、この人形。山掛さんは力ない言葉を発した。なぜだろう。理由はわからないが、この人形は山掛さん自身を模したものだと確信した。デッサンで使う、どこにでもあるような目も鼻もない人形。それに山掛さんがよく着ているようなジャージのような服をまとっている。結局人形は燃やさず、家へ持ち帰ることにした。翌日仲のいい職員に、昨日のゴミ、ちゃんと燃やしてくれたか、と笑顔で尋ねられた。山掛さんは苦笑いをすることしかできず、その後は距離を置くようにした。
それ以来焼却炉を使うときには、しっかり中身を確認するようにした。火をつけるな。あの日、自分の声が焼却炉から聞こえた理由はわからない。けれどもしあの日、知らずにあの人形を燃やしていたら、自分はどうなっていたのだろう。そんなことが山掛さんの頭を駆け巡る。あれから随分時は経過した。九段の人形はどう処理していいかわからず、彼の自宅の棚に保管されたままだそうだ。